片頭痛っていうのは血管が拡張して血液が増えすぎることによって引き起こるんですね。片頭痛は緊張が解けた時とかね、ストレスがなくなってホッとした時に、ホッとするから緊張が緩んで血管も広がるんですね。でそのせいで脳の血流が良くなりすぎて引き起こるというのが特徴。片頭痛の時には温めるのは NG っていうのは覚えてくださいね。あなたの悩み解決、哲学同心研究の井上です。哲学同心研究の野口です。ところで、はい、日本で頭痛に悩んでる人ってどのくらいいると思いますか？結構多いので10万人かな。もっと多いですね。実は4000万人なんですね。4000万人ですか、はい、ということは日本の人口の3分の1ですか。そう、相当な数ですよね。すごいです、まあ、そんな頭痛の中でも、はい、まあ、一般的に多いと言われるのは緊張型頭痛っていうね、はい、筋が緊張するせいで起きる頭痛なんですけども、実際にうちで治療ね、頭痛で来てる方ってやっぱり片頭痛って結構いらっしゃるんですよね。多いですね、片頭痛の方、はい、でその片頭痛と実は緊張型頭痛って結構ね、対処法が違ったりとかして、頭痛治すものかえってその方頭痛を悪化してしまったみたいなことも引き起こったりするんですね。なので今日は緊張型頭痛と片頭痛の違いについてご紹介したいと思います。どうして緊張型頭痛ってどんな感じの痛みが出るんでしたっけ？緊張型頭痛は凝りによるものが多いので、ぐーっと頭を締め付けるような形ですね。そうですね、はい、まあ、筋肉の圧迫によって血流が悪くなって、筋肉の中に老廃物とか疲労物質が溜まっちゃうんですね。それが神経を刺激して痛みを引き起こすので、こうギュッとね、締め付けられるような痛みというのが特徴になってます。それに対して片頭痛っていうのは血管が拡張して血液が増えすぎることによって引き起こるんですね。ああ、血流が多くなるんですね、はい。脳の血流が良くなりすぎることによって、それが原因で炎症物質が出て、その炎症物質が神経を刺激して痛みを引き起こすというのがシステムなんですね。というので痛みの性質としてはドクンドクンとね、脈打つような、よくこうこめかみあたりとかね、痛みになってますけど、それ拍動性の痛みというのが片頭痛の特徴ですね。さらに大きな特徴としては、緊張型頭痛っていうのは痛みだけで特に吐き気とかはないんですね。ないですね。片頭痛は吐き気が起きるっていうのも大きな特徴となっています。それとですね、緊張型頭痛っていうのは多少ね、動いても大丈夫なんですけども、片頭痛はちょっとね、頭を傾けたりするだけで痛みが悪化するっていう ね、そういう特徴もありますね。ところで、はい、片頭痛の原因って何でしたっけ？片頭痛の原因はストレスとか、うん、あと仕事が終わった後にホッとすることによって血流量が多くなったりとかしたり。そうなんですね。いわゆる緊張型頭痛っていうのが、要はストレスによって血管がキュッとちっちゃくなって圧迫されたりすることが原因ですよね。それに対して片頭痛は緊張が解けた時とかね、ストレスがなくなってホッとした時に、ホッとするから緊張が緩んで血管も広がるんですね。でそのせいで脳の血流が良くなりすぎて引き起こるというのが特徴になります。そうですね。でそれ以外にも、例えばね、寝不足だったりとか逆に寝すぎだったりとか、うん、あと女性ホルモンのそのバランスが崩れることによっても起きるので、まあ、女性に片頭痛が多いと言われてるんですね。じゃあ片頭痛起きた時どうしたらいいと思いますか？片頭痛起きた時は暗がりで、まあ、光とか明るいとことか音とかが敏感になるので、暗がりでじーっとしてる、おとなしくしてることがいいですねはい、それはいいことですねあと一番重要なポイントとしてはですね、緊張型頭痛っていうのは血流が悪化することによって引き起こるから、温めてあげた方が頭痛解消になるんですよね。それに対して片頭痛っていうのは血管が広がって血液の流れが良くなりすぎることによって起きるんですね。だから緊張型頭痛と同じで温めてあげちゃったりすると、いやそれはダメです。余計血液の流れが良くなってなりすぎちゃって痛くなっちゃう、痛みがね、悪化しちゃうんですね。だから必ず片頭痛の時には温めるのは NG っていうのは覚えてくださいね、はい、なので必ず冷やすようにしてください。これが大事なポイントですね、はい、冷やしておとなしく暗がりで、そうですねはい、片頭痛が起きた時には今の対処法以外に何か参考になることありますか？実はですね、この血管が広がって血液の流れが良くなりすぎることによって片頭痛が起きるので、はい、その血管を引き締めるような物質、つまり身近なところで言うとカフェインの含んでる、例えばコーヒーとか紅茶みたいにカフェインのある含まれているものを飲むと血管がキュッと締まるので、なるほど、それで片頭痛が楽になるっていうふうに言われてるんですね。じゃあカフェインを飲んじゃおうっていう人もいるかもしれないですけど、実はやっぱりカフェインっていうのも一つの薬みたいなもんなので、あんまりしょっちゅうねカフェインとか取りすぎてるとかえってね、それが頭痛を引き起こす誘因になってしまうので、なるほど、取りすぎては注意してくださいね。はい、といったわけで、まあ、今日は片頭痛と、まあ、緊張型頭痛の違いっていうのをね、ご紹介しました。まあ、こんな感じでいろんな情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた。で、それに
対して片頭痛っていうのはですね、さっき言ったように血管が拡張して起こるんですね。さっき言ってないか言ってない